小山礼二、小山礼二、小山礼二、1927年1月15日体は、日本の牧師、神学者、聖書学者、神学校教師、神学博士、聖書キリスト教会会長牧師、号は、ただ一、陸軍経理学校、早稲田大学大学院博士家庭修了、戦後、日本の福音派指導者として、 聖書信仰の確立のために働く。早稲田時代に、キリスト社学生会を設立。日本プロテスタント聖書信仰同盟の三代目、実行委員長として、日本福音同盟の結成に関わる。第二回日本伝道会議京都宣言起訴委員長。アジア各地への謝罪運動を観行、聖書信仰の福音派と精霊派のクリスチャンのうちに、ある一に注目し、 両者の御礼による和解を目指している。東京神学校を開設し、後ろ身を育てた。著名な後継者に、小形守、黒川智文など。長男の大山健人氏は、牧師。長女の岡野恵みは、牧師夫人。次男の小山清人は、東京教会牧師。サラリーマン家庭に生まれた。父親は若い頃に洗礼を受けていたが、熱心なクリスチャンではなかった。 三人兄弟で兄と妹がいた。同居していたクリスチャンのおじは青年時代の小山に影響を与えた。職業軍人となるため17歳で、早稲田中学校から陸軍経理学校に入った。経理学校時代は陸軍全体の雰囲気からキリスト教に対して偏見を持っていた。空襲の激化によって陸軍経理学校は東京から 石川県金沢市に移転し、そこで敗戦を迎えた。敗戦の翌年、早稲田大学に入学した。英語を習うため教会のバイブルクラスに行き、ここで教えていたヘンリー池本軍曹、後に大佐で退役の誘いで GI ゴスペルアワーに出席した。1946年、昭和21年11月30日の晩、GI ゴスペルアワーで、 中田宇子牧師の伝道説教を聞いて、イエス・キリストを受け入れ、救われた。その時、自分が罪人であることを知るとともに、それら一切の罪が、主イエス・キリストに許されたのだという確信が湧いてきた。小山は、その改心を、デイビッド・ブレーナードの日記を引用し、言い知れぬ栄光を廃したと表現している。早稲田大学は空襲で教室が不足していたので、 日曜日も授業を行うと決定した。手術礼拝を守られなくなる小山は反対運動を、始め、この礼拝を守るための運動から、キリスト社学生会を設立した。1947年、昭和22年3月、日本キリスト教団先の三宅教会にて、山本は牧師から洗礼を受けたが、信仰的に相入れなかったため、聖書信仰の教会に展開した。 ある朝のディボーションの時、牧師として召された小山は、在籍していた建築家から、天学試験を受け、文学部の西洋史に移った。検診して1949年、昭和24年に新しく開校した、東京キリスト人学校に入学した。大学3年生であった小山は、大学と並行して神学校の授業を受けた。この神学校が2つに分かれたため、 1951年、昭和26年に、東京進学塾に移り、1953年、昭和28年、村瀬と潮と共に、神学校卒業後、聖書信仰の学問的地位向上のため、早稲田大学大学院に入学した。小山は宣教師団体や、既存のキリスト教会で働く道を断り、自主独立の開拓伝道によることを決意した。それは、 妥協せずに、主の働き人となるためであった。当時、聖書信仰の教会は少なく、多くのプロテスタントでは昇降など、偶像崇拝が行われていた。また、外国の団体の資金援助に頼る教会も多かった。それを、潔しとせず、ただ神の御言葉に信頼したのである。まず神の国と神の義とを求めよ。さらば全てこれらのものは何時らに加えらるべし。 またい6時33分。1953年3月15日の日曜日から路房伝道を始めた。その一年後の復活祭で洗礼を授けた7人が、高田の馬場教会、原聖書、キリスト教会の最初の受洗者である。小山はこの洗礼を執行するため1954年3月12日に安守礼を受けた。聖書信仰に立った教会形成をし、 日本における聖書信仰の確立に尽くしてきた。1959年にプロテスタント100周年を祝う大会、日本選挙100年記念聖書信仰運動が開かれた。この年、リベラルなグループは、福音派とは別に100周年記念を持っていた。プロテスタントは、リベラル派、エキメニカル派と聖書信仰派、福音派の両陣営に分かれ、聖書信仰運動から、 日本プロテスタント聖書信仰同盟が生まれた。後に、日本プロテスタント聖書信仰同盟、日本福音連盟、日本福音宣教師団を三創立会員として、日本福音同盟が結成された。その時、日本福音同盟の副実行委員長となった。1985年から1988年と1990年度の日本福音同盟理事。 1961年9月に成立した新海約聖書観光協力会、現、新海約聖書観光会により新海約聖書の翻訳者に選ばれ、でエジプト記とヨシア記を翻訳した。1956年、リボーションの時またいによる福音書法章から、小山はアジアの人々への謝罪が必要であることを示した。そして、フィリピンに行って、半年の間、 謝罪運動を行った。1961年、台湾、東南アジア、インドネシア、シンガポールの謝罪運動に向かった。1963年12月、大韓民国に謝罪に行った。久下岩里事件で、日本によって焼き討ちされた教会を再建することで、償いの印を示し、謝罪を表明すると決意した。1970年9月23日に、 剣道式が行われた。1997年には朝鮮民主主義、人民共和国への謝罪運動を行い、尾形守れ牧師らが参加した。太平洋放送協会からラジオ放送の依頼を受け、人生論的アプローチで福音を語った。日本放送、憩いの窓番組で、深夜放送庁主立第一位を獲得。他に、FBC でも福音派を代表する牧師として、 メッセージを受け持った。大宣教命令と翻訳されてきたマタイによる、福音書28時18分マイナス20のイエスの命令、天でも地でも私にはすべての権威が与えられています。ですからあなた方はあらゆる国の人々を弟子としなさい。それは出て行って父と子と精霊の三位一体の神のお名前によってバプテスマを授け、 私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えることによってです。さあ、私は、世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。の主同士が、弟子としなさいとあることから、この聖句を、弟子作り大命令と呼び、伝道して人を救いに導き、主の弟子を養成し、教会を立て上げるための訓練を行ってきた。訓練用テキストは、養軍者の、主の弟子となるである。 信仰生活のための手引きは、信仰生活の手引き、命の言葉者、霊的、知的面は、天国への旅人から信仰者の手引き、養軍者、教会生活は、キリスト者の生活指針、ニューライフ出版社、収納弟子となるための、主の弟子となる、養軍者があり、また、収納弟子となるの簡易版として、信仰生活の手ほどき、リスト新聞社が出版されている。 主イエス・キリストの地上最後の祈りは、クリスチャンの一致の祈りである。同じ聖書信仰に立つ、福音派と精霊派に争いがあることが、リバイバルの妨げになっていると考え、両者の交わりのために、積極的に行動を起こしている。1998年9月18日から、東京の武道館で、東京リバイバルミッションが開催された時、小山は大会会長を務め、 福音派と精霊派の協力のための働きをした。小山は、マーティン・ロイド・ジョンズの、ジョイ・アンスピーカブルを、両者の誤解を解くための最も重要な本として、推薦している。聖書キリスト教会ではこの本の判権を取得して、翻訳を終え、出版予定であったが、当時は諸事情により出版できなかった。2008年に、 ようやく地引き網出版から武藤稽子役、小山零二監修により、ハエに満ちた喜び精霊のバプテスマとは何かとの翻訳の題名で出版された。監修、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。